相方です。よろしくお願いします。いやありがとうございます。今日はねめちゃくちゃ観客も多くてね、たくさんだね。右からべっぴんさん、べっぴんさん一つ飛ばしてべ、なんじゃこりゃあ。改めまして皆さんこんにちは、農林水産省の花王子こと奥田です。今日は日本各生産協会人菊部会の皆様のところにお邪魔しております。愛知の河合です。よろしくお願いします。人菊というと正直なところ白と黄色と赤と、まあ、3色しかなくて葬式とかお墓のお花によく使われてるかなっていうイメージが強いんですけど、もちろんお葬式などにも使われるんですが、それだけじゃないんです。と言いますと、人菊は染めることができるんです。とてもカラフルな花にすることができるんですよ。最近では結婚式のブーケやオフィス の装飾等にも使われてるんですよ。いろんなもの使われるようになったんですね。はい、ぜひちょっと染め方とか教えていただきたいんですけど。そうですね、今日は染める道具一式用意したんでやってみましょう。楽しみですね。ほな早速行ってみよう。というわけで早速染め方を教わっていきたいと思うんですけども、そもそもどういう理屈で染まるんですか？こちらをご覧ください。植物には水が通る道、道管と栄養が通る道、弛管っていう2つの管があります。花が水を吸い上げる力を利用してこの青色の道管を染め液がだん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 通ってき上に行って、最終的にこのように花が染まる感じです。あー勉強になりますね。では早速染めていきましょう。まずこのようによく咲いた菊の花を用意してください。少し乾燥させてこの花の中のある水分を抜いてあげてください。少しこれだと長さが長いので、だいたい中の40センチぐらいのところでハサミで切ってあげてください。はい、じゃあ切ります。はい、切りましたね。葉っぱもいっぱいついているので上から15センチぐらい残して下の葉っぱを取ってあげてください。はい、取りました。あとはもう染め液の中に入れるだけです。もうあと入れるだけですか？はい、今回青と赤で染めるということで、はい、ちなみにこの染め液っていうのは何でもいいんですか？染め液はですね、よくある絵の具とかだと粒子が粗いためなかなか花が染まらないんですけど、こちらは花専用の染め液となっていて簡単に誰でも染めることができます。簡単に手に入るんですか？そうですね、ネットとかで花の染め液って調べてもらえれば出てくるので誰でも簡単に買うことができます。今度検索してみます。お願いします。じゃあ入れてみてもいいですか？はい、ちょっとどんな風に染まるか楽しみですね。楽しみですね。じゃあちょっと待ってみたいと思います。はい、というわけで30分ほど経過しましたけど、はい、結構綺麗に染まってきてますね。そうですね、綺麗に染まりました。このくらい色がついてきたら綺麗な水の方に移していきたいと思います。まずこの茎についた染色を綺麗な水で洗ってもらって、綺麗な水の方に入れていきたいと思います。じゃあこっちの赤もお願いします。はい、あ、じゃあレインボーの方に、はいはい、入れ替えました。はい、綺麗な水に入れることによってこの茎の中に入った染色液がどん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 水で押し出されて、もっともっと花が濃くなってきます。あ、楽しみですね。はい、じゃあもう少し待ってみましょう。はい、はい、というわけであれからさらに30分が経ちました。合計で1時間ぐらい染めてましたからね。そうですね、めちゃくちゃ綺麗に染まってます。綺麗ですね、本当に。僕でも簡単にできました。今回ですね、プロである生産者の皆さんにも作っていただいてます。それがこちらです。めちゃくちゃ綺麗ですね。まだまだここにもない色もたくさんあるので、きっと自分好みの色が見つかると思います。自分好みの色に染められるっていうのはすごい魅力的ですね。うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやー、林菊のイメージがガラッと変わりましたね。
まあ、染めも綺麗でしたし、はい、まあ、なんか簡単にできるんで、はい、夏休みのお子様の自由研究にもいいかもしれないなと思いますね。簡単にできますね。そうですね。で染め液の方もまあネットで簡単に手に入るということなんで、はい、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。